4630万円という巨万の富を得た日本人がいる誰とは言わないが田口翔24歳彼は一夜にしてこの大金を手にしたそうだしかも不労所得だ投資じゃない宝くじでもないあろうことかその金はその金の原資は血税だ日本国民が汗水鼻水流して稼いで納付した税金それを彼は汗水流さずに手に入れた本来は一世代に10万円振り込まれるコロナ関連給付金だったそうだ 役所の誤送金だだが田口はそうと知っていて返還を拒否したこれが彼が取った人生最初で最大の選択でありその選択は今ならまだ変えられる自分の意思とは裏腹に突然空から降ってきた金で拾ったのは俺どうしようが俺の金だろうそう主張したくなる気持ちは分かる大切な家族が愛する人が重い病を患っているのにそれを治療する金もない時戦争で苦しむ人々にせめて寄付ぐらいしてあげたいのにその金もない時なんかネットカジノしたい気分なのに 金がないとき、そんなときに、突如口座に四五千万入ってきたら一瞬舞い上がってしまうのは仕方がないだろう。問題はその後どうするか。賢い人なら馬鹿なふりをするだろう。日本では送り主名義は普通カタカナで書かれているだろうから大抵の人はそこを見て、ああコロナ関連の給付金とかだろうなと想像がつく。うち七十五パーセントは、役所や警察に問い合わせ、二十五パーセントはとりあえず触れずに置いておくだろう。そして残りの数パーセントは全員田口だ。 もし全額返還していたら田口さんみたいな成人は数パーセントで残り75パーセントはネコババするだろうと田口よいしょする予定だった私ならいや私はまあそんなことはしない国民の公金を不正に不,不正に蓄財したりなどはしない私がそんな金を振り込まれたら電話かかってくる前に使っちゃうその方が罪に問いにくい 町から誤送金でしたと伝えられた後じゃ、どんな誘惑しようが返還する以外全て悪質となる。あるいは電話で伝えられたということであれば、誤送金ではなく誤送金と言ったのだと思った。と聞き間違いだったことにすれば、ま、苦しい言い訳ではあるが、まだギリ正当化できる余地はあったかもしれない。それがとっとと海外に逃げるとか、いろいろやりようはあったはず。大金が舞い込み魔がさしてしまい、一万円分課金してしまいました。とかなら、全然可愛いもんだ。ちゃんと残りを返してお前は偉い。などと。 未来も明るかっただろうがいや10万円でもいいかもだが誠に問題なのは誤送金した役場である町民の大切なまして多額の公金を扱う仕事を新人だけに任せ上司はチェックをしなかった国民の血税を扱っているという自覚が薄いのではないかそれとこれほどの巨額が動くとなれば普通銀行員も窓口のものだけではなく上の精密な確認や決済を挟むはずだ 田口が今地球上で一番クソ野郎なのはさることにながら元凶は役場の無のっぷに起因し他方振り込め詐欺や特殊詐欺がブームの昨今においてどう見たって不自然な一個人への多額の送金に何かおかしいなロシアに内緒でこっそりウクライナに経済支援する気かもとは思わなかったのか思ってもよかったんじゃないのか あの支援金さえなければ我々は特に首都を落とせていたアメリカめ何兆円も支援しやがって4630万円がなんだペスコフ報道官の腕時計より3000万円も安いそんマイ前沢社長に肩代わりさせりゃいいだろうそれか役場全員の給料1ヶ月間100%カットすれば余裕で回収できるだろうがそれを弁護士の費用だなんだでさらに500万も上乗せしやがってそれを出すのも国民ってかふざけんじゃねえすまない話が中央から東部へとそれた